はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第304回でございます。で、今回テーマがですね、 YouTube に広がる格差というテーマで喋っていくんですが、私ですね、今非常にへこんでおります。はい、なんでかっていうと、昨日というか、受験対策動画っていうのをね、最近すごく力を入れて撮ってるんですが、で昨日撮ったんですよ。で、そのデータチェックを昨日する時間がなくて、ちょっと今子供が体調悪くてね、でさっき昨日撮ったものをちょっと編集して作っとくかみたいな感じでチェックしたら、途中1分ぐらいかな、ピンボケしててがっつりで、まあその1分経てばさ、説明見れるかなとも思ったんだけど、揺れるわけよ、どうしようかなっつって。ただずっとね授業動画に関しては、自分が見た時に80点を超えてれば投稿していいっていう感覚のルールを、もうこれは1年目からずっと設けていて、で、いやダメだと、でこれをもし、まあ、いっかっつって投稿したら絶対後で後悔すると思って、ボツにしましたっていうのが発覚してすぐに撮り始めたダラダラジオなので、こんなテンションで、こんなテンションっていつもと変わらないけどさ、はい、という感じでございます。まあちょっと話がそれましたが、今回は YouTube に広がる格差というテーマなわけなんですけど、少し昔話から入ります。これはですね、自分が厳密に何年前かちょっと覚えてないんですよ。で、例えば自分今34だけど、自分と同世代の方とか上の世代、みんなのお父さんお母さんの世代の方とかは絶対わかる。で、多分ね、大学生の方とか20代、大学生厳しいかな、20代半ばの方とかは多分わかると思うんだわ。あのね、10年15年ぐらい前かな、日本でさ、おバカブームってやったんですよ。テレビでヘキサゴンとかがすごいやってた時期、15年も経ってないから、ちょっと持ったかもしれんけど、まあ、あったわけ。ちょっとピンとくる方は話ついてきて、この後。おバカブームってあって、そのまあ、おバカであることが一個のステータスみたいな、評価されるポイントとして、すごくテレビでもそういったものにこうフューチャーされた、まあ、注目が集まったものっていうのがいっぱいあったわけよ。で、もっと遡って、自分がまあ小学校中学校の時とか特に感じてたことなんですけど、勉強ができることが気持ち悪いみたいな。で、その勉強ができないというか、サボるとか頑張らないっていうことが一個かっこいいよねみたいなの時って、みんななかった？あ、みんな自身じゃなくて周りがっていう感じ。俺ね、あったんです、それが。で、俺はそれがすごい納得がいかなくて、当時から別に自分突筆してね、学力があったわけではないので、その、まあ、気持ち悪がられるっていうたの対象ではなかったんだけど、その周りがさ、あいつなんかすごい点数が良くて気持ち悪いよねみたいな、いつも頑張っててなんか嫌だよねみたいなのとかあって、いや意味わからんみたいな、いや努力してるやつに向かってなんでこんな努力してる人が評価されなくって気持ち悪いとか言われてて、サボっちゃったみたいな、わかるわかるみたいな、どういうことみたいな風に思ったの、俺すごく。で、まあ、高校の時はさ、ちょっと、まあ、自分もね、少し若干ちょっと道外れちゃったの、外れちゃいないけど、まあ、そういうのが分かる、ね、そういう気持ちも分からないでもなかったんだけど、でも当時はすごいそれが嫌で、だからおバカブームに関しても自分も楽しく見てましたよ。ヘキサゴンとかすごい好きだったし、ただなんでおバカであることが一個の、なんだろう、かなんかおバカであることがかっこいいみたいな、で勉強ができるイコールちょっと異質なものみたいなのがあって、風潮として自分はそれを感じてたのね。なんか変な感じだなってモヤモヤしながら過ごしてたわけなんですけど、でここから今の話に戻ります。今ってさ、テレビも YouTube もすごい高学歴ブームだと個人的には思ってます。特に東大ブームかなと思っていて、まあテレビでもね、東大っていうワードがつく番組だ、まあ、東大王とかもそうですけど、ワードだったりとか、東大っていうものが一個もうその今日の企画として上がってるとかもいっぱい見るわけですよ。うん、まあ、クイズ番組が増えたっていうのももちろんあるとは思うんですけど、今で YouTube に関してもそのじゃ現役東大生が語るとかさ、勉強法に関してもね、学力、なんだろう、ワードとして、まあ、例えばブレイクスルー佐々木くんとかもそうだよね。早稲田首席っていうのを一個の引きのワードとして使ってるわけじゃないですか。でそれが何も悪いとかいうわけじゃなくって、すごいそういう高学歴であることが評価されるっていう風になってると思ってて、
それは自分にとってはねいいことだと思ってる。だから当時のさモヤモヤしてた感じに比べればそうだよこれだよみたいな風に思ってて、で特にやっぱ YouTube に関してはまあここ2年ぐらいかな、去年がやっぱりすごい加速度がついたと思ってて、まあ、その功績は確実にクイズノックだね。もう彼らクイズノックっていう集団ね、彼らが例えば学力があることとか知識があることっていうものとエンターテインメントをつなげて一個のそのかっこいいものとして表現してくれた。それが根付いたんだよね、めちゃくちゃ視聴者層に、学生層とかもそうだけど、それは一個の彼らの功績だと思うし、すげえしね、もう拍手ですよってすごく思ってるんだよ。でそのだから今のその学力が高学歴ブームを否定したいんじゃなくて、それはすごいいいことだと思ってるの。ただ自分がその一応教育 YouTuber として今年8年目なのね、まあ、丸7年間やってきていろいろ見てきたわけ、その流れとかも感じながらやってきたから、その中で思ってるのがそのやっぱ格差っていう部分、特に知識欲がある方、まあ、学力でちょっと偏差値とかで表現してしまうと偏差値がある程度高い方、だから学び勉強っていうものに関して一個の苦労とかはあると思うんだけど、ある程度成果を出してきた方っていうのはどっかに知識欲があるわけよ。それはいろんな分野によるとは思ってるんだけど、知識欲がある方にとって今のその YouTube の存在ってめちゃくちゃプラスになるのね。昔はそのインターネットがなかったり、もちろん YouTube がなかった時代っていうのは何かを学びたいと思ったらどうするって、図書館に行くしかなかったんだよね。本屋さんに行くしかなかった、本を頼るしかなかったんだよ。でここの一個の苦労としては、本ってその自分がね求めているものを見つけることがまずめちゃくちゃ大変なの。これそうっぽいな、見てみたら違うやんけみたいな、ヒットしないんだよね。そこまでのハードルも高いし、見つけた後も自分で読んで解釈して噛み砕いて自分の知識を入れてアウトプットしてみたいなことが必要になってくる。でも今その噛み砕いてくれてる部分とかを全部動画で作ってくれるクリエイターの人が、でしかも、まあ、サムネイルだったりとか見つけることも容易だよね。この人はこういうことを喋ってくれるはずっていうのも分かってるからさ。だからその知識欲がある方にとってはすごくその自分をに欲しい知識を見つけること、それを吸収することがとてもしやすくなる。それでいいことだよね、どんどん伸びていくから。だからどんどん、上の層、学力層が上の方っていうのが伸びやすい環境にある。でも自分はもちろん自分自身の 学力がねそこまでないのももちろんあるし、塾講師もともとやってた時からそうなんだけど、どちらかというと、学力がない方、勉強がやりたくねえなって思ってる子たちを引き上げる方の教育が好きなの。そうだから偏差値で言うんだったらさ、本当に中3の夏休みとかに偏差値40とかの模試を持ってくることがザラなの、まあ、30代の子とかも普通にいたし、夏休みに入ってきました、面談しました、確認しました、政府の計算できませんとか普通だから、全然驚かない今の自分だったら。いや最初驚いたよ、一人目の時は驚いた、えって思ったもん。政府の 5-7 はって言った時に、え分かんないって言われるの、5-7 だよみたいなね。そうでもそれが普通の、いっぱいいるのそういう子たちって。でそういう子たちを引き上げるというか上に上げていくっていう教育がしたいんだけど、そのそこにね一個すごい壁があって、知識欲がある方っていうのは学びたいっていう欲求がもうすでにあるので自分で見つけていけるんだよね。動画って自分で見つけるものだからさ。ただその勉強が全然できんって、やりたくないっていう子たちってもう何かにさ、何かのきっかけでやんなきゃまずいなって思わないといけないんだよね。そこに来てやっと動画を探す、動画を探すっていうか YouTube なんかないかなって検索するわけよ。そのすごく勉強できない子はね、みんながみんなそうじゃないよ、うちの視聴者全員がそうじゃないんだけど、でもやっぱりそこがどんどん差が生まれちゃってるの今。上の子はどんどん伸びていけるし、下の子はきっかけがないから、きっかけがないと始まんないから、物語がスタートしないんだよ、うちらの。そうだから格差が広がっていくなって感じてる。でそれをさ、塾講師の時もやっぱさっきも言ったみたいに、まあ、勉強できん子をすごく引き上げたいみたいなこと言ってたから俺。そうでそうすると、まあ、周りの先生からはさ、まあ、そうじゃない先生もいるわけよ、ほっとけみたいな、そんなんさ自分がね悪いわけだと、でいつか後悔すればいいんだよそいつらはっていう先生もいるの。
いや分からんこともない気持ちとしては。そう、まあさ、分かることは分かるよそれは。でもね、分かるけど無理なんだ俺には。ほっとけねえっていう。そうで、確かに100人いて、で偏差値40ぐらいの子が100人いた時に、じゃあ中学校卒業するまでにね、勉強したいなっていうか、やんなきゃなっていうスイッチが入る子なんて多分ね 10% もいないと思うんだよきっと。分からんけど、だから100人、そのね、自分が本当に勉強その動画を届けたい子が100人いても、気づいてくれるきっかけをくれるのは10人しかいない。だから自分のチャンネルを見つけてくれるのも本当1桁ぐらいしかいないかもしれない。でもそれでもまだいいって思ってる今は。それでもその子たちが、その子たちね、本当勉強できない子たちって、塾行けば違うかもしれんけど、でもじゃあその塾行けないから本屋さん行きましたって、参考書買いましたって、勉強しようって思っても無理なんだよね。正直無理だと思う。相当やる気がないと。だって書いてることがわからないんだもん。さっき言った政府の計算だったら、じゃあいきなり計算問題です、中3からさ因数分解が始まるよ、さね、転換因数分解あるやん。そこの政府ができないんだよ。 5-7 がわからなかったら 5x-7x だってわかるわけがないわけよ、 x がくっついちゃったら。だから戻らなきゃいけないんだよ最初から。もう心が折れまくる、無理ってなるよね。でも動画だったらそこのハードルは、ま、下がるじゃん、結構下がるはず、そこに関してはね、うん、だからそういった風な、なんだろうな、下から下の層、まあ本当ね、ローって言われてる学力層がローの子たちが、うん、まあ、もちろん勉強がね、そのきっかけがなくて気づくこともなく、勉強だっていらねえよって言い続けて一生過ごすかもしれない。それはいい、それでしょうがない、うん、でも見つけてくれた子がさ、何度も言うけど、あのクリエイターの数が多くないと自分も万能じゃないんで、俺の授業見たってさ、わかんない、つまんねえよこいつ、なんだよこいつってなるかもしれんじゃん。でも先生がいっぱいいたらさ、配置こいつ意味わかんねえけど、だからその右の関連動画で出てきましたと、ちょっとポチッとしてみたんよ、やべえこの先生いいわみたいな、配置と違うなやっぱりこの先生がいいよってなったら、その子の人生変わるんだよね、うん。だから年末にね、去年の年末にさ、俺お願い動画撮ったんよ、あの 授業する動画ね、授業動画上げてる人間って花が咲きにくいから、収入もないし評価もされないしって、だから継続できないんだよなかな か,、うん、だから自分もさ、みんなわかると思うんだけど、俺の動画ってポンってと、この多分このダラダラジオさえも多分5000も回ってないかもしれない、下手したらだと思うんだよ。1万いったらいい方なの俺のチャンネルってね。その再生数だけ見たらさ、全然回ってないわけよ。でも過去に3000本動画撮ってるんで、1日単位で言うと累計で何十万で再生されてるのね。だから生活が成り立つの。でもそうじゃないんだよみんながみんな。だからその特に上のね、その知識欲がある子たちを刺激できるような動画を撮って、難しい問題みたいなね、なんとか高校のあの有名な私立高校の伝説の問題みたいなと振ったらさ、いっぱい撮れるよ再生。でもそうじゃなくって、こういう下の層を引き上げたい、基礎的な内容を伝えたいっていうのは本当に回らない、再生されないから花も咲かないし。でも増やしたいんだわ、なんとかして、なんとかしたいこの分野を。そうだから格差が広がってるっていうのが悪いってわけじゃないんだけど、そういう状況にあるっていうなんか視点を持ってほしかったの、そこを、うん。で、あの再度のね、また再びのお願いになっちゃうんだけど、その授業動画やってる人間、特にその基礎的な内容、学校の授業みたいなね、内容をやってる方っていうのを、なんか応援する風潮ができたらいいなって思っております。はい、っていう感じですね、はい。でもまあ最初に花が途中で話しましたけど、今のその学力があること、勉強頑張ることっていうのがすげえかっこいいみたいな風潮が、あの頃に比べたらもう全然違うんだよ。それはすごくいいことだと思ってる、うん。やっぱりスポーツにしても勉強にしても、頑張ることって評価されるべきだと思うんだよ。結果が全てかもしれないけど、うん、でもやっぱそこは評価されてほしいし、みんな自身、まあ、今受験近づいてる子もいるでしょ、受験近づいてる子も勉強頑張ってきたんだって、頑張ってんだって、その勉強頑張ってきたっていう自分自身の評価もしてほしいの、しっかり。伸びてるかどうか不安かもしれんけど、うん、伸びてんだって、やったこと確認してこう、大丈夫伸びてくから、うん、と思ってね、今回それを喋らせてもらいました。ちょっと長くなっちゃったね、ごめんね、少しいっぱい喋っちゃったんですが、まあ、みんなのね、何かの考えるきっかけというか、なんかああそういう視点もあるかなっていうふうに思ってもらえたら幸いです。では今回はね、ダラダラジオは、YouTube に広がる格差というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただきありがとうございました。で、まあ、センター試験もね、あと1週間となりました、まあ、1週間というか、まあ、日曜に投稿してるから1週間切ってるんだけど、
まあ、あとは私立高校のね私立入試も近づいてきてると思います。まあ、受験本番になってる方も多いと思うんですが、体調管理気をつけていただいてラストスパート頑張っていきましょう。はい、ただいつも言いますけど睡眠時間は削っちゃダメですよ。ちゃんと睡眠時間を確保して生活リズムを整えて体調を整えて、万全な体調とあと気持ちの面のねメンタルコントロール難しいと思うんですけど、でもこうメンタルのなんだろうなうまく調整しながらやってください。その辺の動画はねちょっと3連休明けに投稿できたらなと思ってますので、またそちらもよかったら聞いてみてください。では、ちょっと長くなりましたが今回のダラダラジオはこの辺で終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。